ストックキスミーチェリーのつぼみが出てきました。これは八重咲きのようですね。かなりこう花びらが何枚も重なって巻いています。ぷくっと丸い膨らみもあるのも特徴です。それともう一株植えた方が一重咲きでして、こんな感じです。つぼみが違うのがわかるでしょうか。こちらが細長く、花びらも枚数も少ないようです。比べてみると面白いですよ。こんな感じですね。ちょっとピントがうまく合わないですが、はい、こんな感じです。うまく一鉢に八重咲きと一重咲きをうまく咲かすことができました。これはやっぱり慣れですね。去年初めて植えてみたんですが、一重咲きと八重咲きをやっぱり目が違いますね。目とか葉付きとか、また私の過去の動画を見て八重咲きと一重咲きの区別をできるように頑張ってみてください。はい、以上でした。また開花しましたらお伝えします。